今回は、シーズン21のランクまで、使用率1位に君臨し、圧倒的な強さを誇る、こだわりハチマキウラオス、を使用します。何のひねりもない悪ウラオスですが、このポケモンの強さを存分に思い知ることができる動画となっております。最後までお楽しみいただければ幸いです。お願いします。いや、海王か、海王が、海王がゴリランダーか、嫌だな。嫌だな、海王がゴリランダー。どうしようかな。ファイヤーとグラードン絶対選出まであるな。いや、ナットレイも強いか。ナットレイ超刺さってるじゃん。あとはまあグラードン、あんま刺さってないか。グラードンいまいちだな。やめとこ。ウーラオスの方が強いか。ウーラオス連れていこうね。で、あとは、ファイヤーかキューコンだな。ハッサムに弱くなっちゃうからファイヤー連れていくか。この3体でいきます。そうするとどう？ハイオはきついか。いや、ナットレイ、アクウラオス、ファイヤーを選出しました。刺さっていなかったとはいえ、グラードンを外すのは、ちょっと勇気がいりましたね。ロンゲー。多分ロンゲで壁張って、海洋ガで無双っていうパーティーですよな、これ。海洋ガに畑落とすを入れる動きを取りたいな。まあ、粘土だと思うから、ここ畑落とすから入るか。壁張り型のロンゲっぽいので、ナットレイでじっくり座ります。いい動きじゃないでしょ。あー、うまいうまいうまい、なるほど。引っ込めるか。まあ、壁型のロンゲは挑発持ってますな。この後、ロンゲは、光の壁張ってくるか殴ってくるかだと思うから、一回ファイヤーに引いた後、海王が呼ぶか。ファイヤー受け出しして、海王がを誘います。あ、うまい。もうここで。いや変な声出ちゃった。結果オーライだな。くださいね。原種ファイヤー、割とネタ扱いされがちな焼き鳥、特性、炎の体、と羽休めにより、今季の物理受けポケモンとして、ちょっと注目されている。ゴリラか、トンボ返りとか持ってるのかな。海洋ガに、あんまり、炎技とか入れても意味ないから、ここナットリに引くか、海洋ガは出てくると思うんだよね。あれ？ゴリラ引かないの？畑落とすかな？あ、引っ込める。遅いんか。海王ガがなかなか出てきません。ここは挑発を打たれそうですが、ヤドリギの種を植え付けてみます。ここヤドリギ、もう、挑発打たれると思うけど、あ、引っ込める、オッケーオッケーオッケー。ゴリランダーかな？あ、ゴリランダーなんだ。いや、ゴリランダー好きだな、相手。畑かトンボか。この対面ができるんだったら、ファイヤー投げたいけどな。海王ガがなかなか出てきません。畑を打たれましたが、そんなに痛くないので、ここは居座ります。そろそろ王が出てきそうだな。王が出てくるよ。なんでロン毛だったんだろう。ファイヤー対面、ロン毛出てくるの不思議だよなぁ。あ、一回、ここ燃え尽きてみるか。で、多分、海王がいるんだよね、やっぱり。ロン毛なんだ。いやぁ、わかんないなぁ。合わないっすね。フェアリータイプ、まだ炎タイプ失うと、フェアリーがさ、当倍になっちゃうから、あんまり、突っ張れないなぁ。まあ、エアスラでもいいか、ここ。オニビ、まあいいんじゃない。ロンゲの前でもたもたしてもいいけどね。よっ、裏破壊王ガだと思うのですが、安易に出してくれません。ナットもファイヤーも綺麗に受けてくれるので、盤面がなかなか崩れないですね。オーロンゲの壁ターンを枯らす動きを取りたいな。ナットナットレイに対してさっきゴリランダーが出てきてたけど、ゴリランダーはファイヤー間に合うからな。海洋ガに畑落とす入れるのがこのゲームのミッションだから、なんとしてもナットレイの素早さ大事にしたいんですよな。素早さじゃない、体力。あのイメージは海洋ガに畑落とす入れてスカーフ落とした後にウーラオスのハチマキアンコ強打で倒す。
これができなきゃ負けるから。我ながら完璧なバトルプラン。こうしないと、スカーフ海王が厳しいので、ナットレイの発管理が重要です。このターン守るか。あ、ごめん。HP 管理間違えた。まだこのターン落ちないか。2連守るでもいいか。挑発されたらそれまでかな。は、偉いね。ここ多分ゴリランダーの方から入ってきそう。なんかゴリランダーでナットレイ倒せると思ってそうだから、相手が。あ、オッケー、海王が出る。やはりラス1は海王がでしたね。バトルプラン通りに行きます。ここが、瞑想型の、瞑想身代わり型の海王がだったら、詰むんですよな。いや、壁構築だからスカーフだと思うけどね。叩き落とすで。やってられるかよ、こんなゲーム。いや、まだだね。スカーフレードだろ。そんな攻撃当たると思うなよ。いや、てかこれ負けたわ。海王が引っ込められて、ここ海王が引っ込められて、打ち直しで負けるじゃん。くわー、まあ、嘘だろ。ナットレイ確一を誰、この、くー。悔しい。あるかな。待ってね。まだあるか。ウーラオス死に出しからの、不意打ちで潮吹きのダメージを削る。かなり苦しいですが、相手ゴリラに引いてから、こちらファイヤー受け出してゴリラを倒し、最後に海王がウーラオスの不意打ちで削るというプランでいきます。いや、ゴリランダーはファイヤー出せば間に合うから、まだいいか。一応まだあって、相手が潮吹きで締めてくるんだったら、まだあるかな。ギョッとす。いや、ここはファイヤー一回切ります。多分相手水技打ってくるから、水技が潮吹きであることを祈りますかね。あとは、あ、オッケーオッケー、潮吹きでね。あとは鉢巻き不意打ちがどんだけ入るかだな。鉢巻き不意打ちのダメージ次第ですな。雨海洋画の雨潮吹きがさ、なんぼ。オッケー、リフレクここで切れるのでかい。いいぞいいぞ。根源の波動だったら降参、いや、根源の波動は命中不安だから。不意打ち多分、7割ぐらい入ってほしい。そんな入んないかな。頑張れ。5割か。いや、十分じゃない。耐えろ。頑張れ。オッケー、強い。ナイス。うおバトルセンス上回るぜ。オッケー、ナイスウラオス、最強ポケモンじゃん。オッケー、勝ち。カダミーさん、対戦ありがとうございました。ナイスー。素晴らしい。危ねえ。ハチマキ暗黒強打でゴリランダ一撃で持ってくのもそうだしさ、ハチマキ不意打ちで海王ガの HP7 割持ってくのも強すぎるわ。危ねえ。いや、潮吹きで助かった。とはこの環境のハチマキアクウラオス、環境の勝者だよね。トップポケモンですよ。強すぎる、このポケモン。ハチマキウラオス、立ち回り良かったと思うけど、ハチマキウラオスじゃなかったら成立してないし。強すぎるわ、あのポケモン。いや、対戦ありがとうございました。うおー。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、評価、チャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いしますぜ。